1991から1992シーズンの NBA は NBA の46回目のシーズンである。ドラフトでは、ラリー・ジョンソンが、シャーロット・ホーネッツから全体1位指名を受けた。他には、ケニー・アンダーソン、ビリー・オーウェンス、ディケンベ・ベムトンボ、スティーブ・スミス、ルーク・クロングリー、ステーシー・オーグモン、ブライアン・ウィリアムズ、テレル・ブランドン、グレッグ・アンソニー、デール・デイビス、 クリス・ガトリング、エリック・マードック、リック・フォックス、ランディ・ブラウン、エリオット・ペリー、ダグ・オーバートン、ボビー・フィルズ、リチャード・デューマス、アイザック・オースティンらが指名を受けている。オールスターには、エル・ジョンソン、K ・アンダーソン、ディ・ムトンボ、S ・スミス、T ・ブランドン、D ・デービス、C ・ガトリングの7人が選出されている。ドラフト外選手には、ダレル、アームストロング、ジョン・クロッティ、 ロバート・パックラがいる。詳細は1991年の NBA ドラフトを参照新シーズンが始まった1991年11月7日、世界に衝撃を与えた会見が行われる。マジック・ジョンソンの引退。1980年代の NBA を支え、当時まだリーグトップクラスの実力を誇ったマジックが突然の引退を表明したのである。 ことの重大さを物語るように会見には、マジック本人のほか、ジェリー・ウェスト・ GM や、ジェリー・バス・オーナーのほか、協会コミッショナーのデビッド・スターンまでもが同席した。ロサンゼルス・レイカーズにとっても、NBA 全体にとっても、マジックの引退は、非常に大きな損失だった。一選手の引退が、スポーツ界にとどまらず、世界中から注目を浴びたのは、彼の引退理由にあった。 人免疫不全ウイルス、HIV。エイズに対する関心が、未だ低かった当時、NBA を代表するほどの選手のキャリアをいとも、簡単に奪ってしまう恐ろしい病。誰もが知る、著名人をも襲ったもはや遠い存在ではない、病として、エイズは一気に、その認知度を高めることになる。また、マジック自身も、 マジックや NBA を知らない人たちの間でも、エイズの名を世界中に知らしめた人物として、より多くの人々に知られるようになった。彼の引退に敬意を表した、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ所属のチャールズ・バークレーは、自らの背番号34を返上し、マジックと同じ32を着用した。32は、ビリー・カニンガムがつけた。 セブンティー・シクサーズの永久決番だったが、彼の意向を組んだ、球団側とカニンガムは、バークレーに32をつけることを許可した。マジックの引退は一つの時代の終焉を告げた。80年代を支配したレイカーズの黄金期も、終幕を迎え、また彼の最大のライバルとして80年代の NBA をけん引した、もう一人のスーパースターも、 このシーズン限りで現役から引退を表明したので、ある。クレイグ・ホッジスは、スリーポイントシュートアウト3連覇を達成。マジック・ジョンソンの引退は、ウエスタンの勢力図に変化をもたらした。新シーズンをプレーせずに引退したマジックだが、あまりに突然のことだったので、オールスターファン投票のマークシート用紙にはまだ、マジックの名前が残っていた。そこで、 マジックの引退を惜しむファンたちがこぞって、マジックに票を投じたため、引退状態のマジックが、全選手中最多得票を集めるに至った。オールスターゲームでマジックは25得点9アシストと、活躍し、またイーストチームのマイケル・ジョーダンやアイザイア・トーマスとの、141は、観客を喜ばせ、さらに試合を締めくくるラストショットを、アイザイアの141から決めた。 試合は153から113で、ウエストチームが圧勝し、チームを勝利に導いたマジックは引退した選手で、ありながら、オールスター MVP に選ばれた。エイズと戦いながらも、選手としての健在ぶりを示したマジックは、オフに一つの大きな仕事を遂行し、引退してもなお NBA の国際的な人気の獲得に大きな貢献を果たすことになる。 前期シカゴブルーズは、悲願の優勝を果たし、シーズン MVP、ファイナル MVP を独占したマイケル・ジョーダンの、名声は頂点を極めた。しかし新シーズンを迎える前に、ジョーダンのとったある行動が、その後に続くジョーダンへの猛烈なバッシングの引き金となった。チャンピオンチームは、オフにホワイトハウスを表敬訪問にし、時の大統領と面会するのが恒例となっていたが、 ジョーダンは、ロサンゼルス五輪の時に会ったことがあることを理由に、ホワイトハウスからの招待を断っていた。これが礼を失するとしてジョーダンへの非難が集まるようになった。そして新シーズンが始まって1ヶ月ほどが経った12月、ジョーダンを深刻なスキャンダルが襲う。麻薬取引の容疑で逮捕された人物のポケットから5万7千ドルの大金が見つかり、警察の聴取に彼は、 ゴルフで負けた、ジョーダンの返済金だと証言。ジョーダンが、麻薬取引に絡む人物を信仰を持ち、さらに掛けゴルフをやっていたことが発覚したのである。このスキャンダルによって、ジョーダンのイメージは著しく傷つけられ、嵐のようなジョーダンへのバッシングが巻き起こったが、さらにバッシングを焚きつけたのが、この時期に出版された、シカゴの新聞記者、サムスミスチョのバクロ露本。 ジョーダンルールズである。ジョーダンは、ひどいバッシングに悩まされながらも、しかしコート上では最高の選手であり続けた。ジョーダンはこのシーズンも6シーズン連続となる、得点王に輝き、シーズン MVP も2年連続で獲得するなど、スーパースターとして、申し分ない活躍を見せた。そしてチーム内では、バッシングとも戦わなければならないジョーダンを守るかの、 ように大きな成長を見せたた選手がいたスコッティ・ピッペンである。すでに好選手として認知されていた、ピッペンだが、前期のファイナルでは、マジック・ジョンソンに対する、見事なディフェンスを披露し、一流のディフェンダーであることを証明。そしてこのシーズンには、初の平均20得点オーバーとなる21.0得点7.7リバウンド7.0アシストの好成績を記録し、 初のオール NBA セカンドチーム、そしてオールディフェンスファーストチームに選出された。すでにジョーダンは各オールチームの常連であり、そしてピッペンもこのシーズンを皮切りにオールチームの常連となった。ブルーズはジョーダンとピッペン、少なくともショーレースの上ではリーグ屈指のシューティングガードとスモールフォワード二人を同時に要することになった。 ピッペンはあまりにもズバ抜けていたためチーム内で孤立した立場にあったジョーダンと唯一肩を並べられる選手であり、また他のチームメイトとの橋渡しの役割も担うなど、ブルーズ王朝を支える上でなくてはならない存在となった。ジョーダンとピッペンという NBA 史上屈指の名コンビに率いられ、ブルーズはこのシーズン67勝を記録した。一回戦で、 プレイオフ初出場のマイアミヒートを難なく下したブルズはカンファレンス準決勝でパッドライリー率いるニューヨークニックスと対決。1990年代に6度の優勝を果たすブルズだが彼らにとって最大のライバルはファイナルで対決したウエストの覇者たちではなく実はこのニューヨークニックスだった。このシーズンからニックスのヘッドコーチに就任したパットライリーは ロサンゼルスレイカーズ時代の華やかなショータイムを演じたコーチとして知られるが、ニックスでは、レイカーズとは、正反対の、激しいディフェンスを信条とするチームに作り上げた。ニックスの強力なディフェンスは、ブルズとジョーダンを苦しめ、カンファレンス準決勝でのシリーズでは、第7戦までブルズを追い詰めた。しかし第7戦ではジョーダンが42得点を記録して、ニックスを下し、 激戦となったカンファレンス決勝をブルズが制した。この後もプレイオフで激戦を繰り広げるブルズ対ニックスは90年代 NBX 氏の高カードだった。カンファレンス決勝で待っていたのはこのシーズン57勝を記録したクリーブランドキャバリアーズ。キャバリアーズとブルズの因縁はニックスよりも古く1988年のプレイオフで 初対決して以来毎年のようにプレイオフで激突していた。ニックスに体力を削られたブルーズはホームでの第2戦を落としたが、その後は持ち直し、4勝2敗でキャバリアーズを下し、連覇を目指して2年連続でファイナルに進出した。西から勝ち上がってきたのは、レイカーズに代わって、ウエストの覇者となった、ポートランドトレールブレイザーズだった。 1990年のファイナリストであるブレイザーズは、エースのクライド・ドレクスラー、司令塔のテリー・ポーター、スモールフォワードのジェローム・カーシー、パワーフォワードのバック・ウィリアムス、センターのケビン・ダック・ワース、シックスマンのクリフォード・ロビンソンと、ほとんど陣容は変えていなかった。また前期から、ボストン・セルティックスで2度の優勝を経験した、ダニー・エインジが加わっている。ブレイザーズは、 プレイオフ1回戦、カンファレンス準決勝を第5戦までで片付け、ユタジャズとのカンファレンス決勝も4勝2敗で制し、危なげなく、ファイナルに勝ち進んだ。2年ぶりに、ファイナルの舞台に帰ってきたブレイザーズだが、前回はまだチーム作りの途中だったため、経験豊富なデトロイトピストンズに敗れたが、今回は2シーズンの期間を置いて、 チームを成熟させ、またファイナル経験者をずらりと揃えたより充実した陣容でファイナルに挑戦した。前期ファイナルでマジック・ジョンソン率いるロサンゼルス・レイカーズとの世代間構想を制したブルズとジョーダンは今後は同じ舞台で次々と現れる同世代ライバルたちと激戦を繰り広げることになるわけだがその最初の相手がドレクスラー率いるブレイザーズだった。 ジョーダンもドレクスラーも優れた身体能力、得点力、華麗なダンクが魅力の同タイプの選手であったためにたびたび比較されリーグ最高の選手として評価を2分した時期もあった。お互い東西に分かれて NBA 入りしたため直接対決の機会は少なかったがついにこの年ファイナルという最高の舞台で激突することになった。第一戦、エアかグライドか 大きな注目を集めたファイナルだったが、第一戦はそんな試合前の期待を裏切るかのように、マイケル・ジョーダンが圧倒的なパフォーマンスで、ブレイザーズとクライド・ドレクスラーを粉砕した。試合序盤から、ジョーダンの放つシュートが面白いように決まり、特に本来ジョーダンの武器にない 3P シュートが次々と決まった。ジョーダンは前半だけで6本の3ポイントシュートを決め、 当時の 3P シュート成功数ファイナル記録に並んだ。また前半だけで35得点を記録し、エルジンベイラーの持つ前半だけでのファイナル最多33得点を更新。どよめきが渦巻くシカゴスタジアムで前半最後の 3P シュートを決めたジョーダンは自分自身信じられないとばかりに肩をすくめてみせた。試合はブレイザーズにほとんど見せ場を作らせることなく、 122から89で、ブルズが圧勝。後半あまりプレーしなかったジョーダンは39得点11、アシスト、スコッティ・ピッペンは24得点9、リバウンド11、アシストを記録し、ブルズは出場した全選手が得点した。ドレクスラーは16得点に終わった。第2戦、第1戦の興奮が冷めやらぬ、第2戦。しかし試合は、ブレイザーズペースで進み、 前半を終えた時点で、ブレイザーズが9点のリードを奪っていた。しかし後半になると少しずつブレイザーズのリードが減り始める。第3球に、ブルーズはジョーダンが14得点、ジョン・パクソンが9得点を挙げ、スコアはいつの間にか、ブルーズ10点のリードに変わった。そして第4球残り5分を切った時に、ドレクスラーが、 ファウルアウトした時点で、ブレイザーズの2連敗は確定したかに見えた。しかし直後のプレーで、ジョーダンが、テリーポーターへのファウルを取られ、これに不満を持ったジョーダンは、審判に抗議したが、さらに、テクニカルファウルを宣告された。このあたりから、流れはブレイザーズに傾き始める。 ポーターは3つのフリースローを決めて7点差とすると、さらにドレクスラーの代わりに入ったダニー・エインジの活躍で点差は徐々に埋まっていき、そして残り45秒には、ジェローム・カーシーのシュートで、ついに同点に並んだ。ブルズはすぐに、ジョーダンが得点を決め、97から95とリードを奪い返すが、残り13秒には、 ケビン・ダック・ワースのフックシュートで再び97から97の同点。決勝点を狙ったジョーダンのシュートを外れ、試合はオーバータイムにも連れ込んだ。オーバータイムではファイナル経験豊富なエインジが活躍。エインジはファイナル記録となるオーバータイムだけで9得点を上げ、115から104で、ブレイザーズが敵地での貴重な一勝を挙げた。 ジョーダンはこの日も39得点10アシストの活躍だったが、結果的には第4級のテクニカルファウルがチームの敗因につながった。ブレイザーズはドレクスラーが26得点7リバウンド、8アシスト、ポーターが24得点するなど先発全員が2桁得点を記録し、また優勝経験を買われて獲得したインジは見事にチームの期待に応え、 17得点を記録した。第三戦ブルズの保持するホームコートアドバンテージを無効にし、ホームのメモリアルコロシアムに戻ってきたブレイザーズだが、しかしホームでの初戦はチームのプレイオフ最低記録を次々と更新するという不名誉な試合となり、94から84で敗退した。最終スコアの84点、前半の39得点、 前半のフィールドゴール成功数28本は、いずれもブレイザーズのプレイオフ最低記録である。ブレイザーズはドレクスラーが32得点9、リバウンドと奮闘したが、他のチームメートが振るわなかった。ブルズはジョーダンが28得点、ピッペンとホーレスグラントが、それぞれ18得点を記録した。第4戦レバナをくじかれたブレイザーズは、 最初4分間を無得点で過ごし、いきなり10点のリードを奪われた。第4級序盤、ブレイザーズのリック・アデルマンや HC は奇策を用い、ケビン・ダック・ワースとバック・ウィリアムスの2人のビッグマンをベンチに下げ、ドレクスラー、ポーター、エインジ、カージーのガード・フォワード陣に、ファイナルではほとんど出番がなかった、パワーフォワードのクリフォード・ロビンソンを加えた陣容を敷いた。 スモールラインアップとなったブレイザーズはブルズに襲いかかり、じわじわと点差を詰めると試合終盤に、ついに逆転。93から88で、ブレイザーズが勝利し、2勝2敗とシリーズをタイに戻した。ロビンソンは、チームの期待に応え、17得点6リバウンドと、活躍した。第5戦2勝2敗のタイで迎えた第5戦は、 今後のシリーズの流れを占う重要な一戦だったが、試合は終始、ブルーズペースで進み、119から106で、ブルーズが勝利し、優勝に王手をかけた。ジョーダンは46得点、ピッペンは24得点11リバウンド9アシスト、ドレクスラーは30得点10リバウンドを記録した。第六戦後が亡くなったブレイザーズとドレクスラーは、懸命のディフェンスで、ジョーダンを抑え込み、 ジョーダンは最初の11分間を無得点で過ごした。第3球が終わった時点で、ブレイザーズが79から64と大きくリードを奪い、シリーズは第7戦に持ち込まれるかと思われたが、第4戦でアデルマン HC が奇策を用いたように、今度はブルーズのフィル・ジャクソン HC が大胆な策を用いた。この重要な場面で、ジョーダンや その他先発選手を揃って、ベンチに下げてしまったのである。コートに立ったのは控え選手4人と唯一、先発選手としてコートに残ったピッペン。ジャクソンの起用法は狂気のサタにも見えたが、ピッペンは普段影に隠れた控え選手を見事にまとめ上げ、わずか3分で、ブレイザーズとの点差を3点にまで縮めてみせた。 そして浮き足立ったブレイザーズに引導を渡すのが、ジョーダンとピッペンのリーグ屈指のデュオである。二人は残った時間で19得点を上げて一気に逆転を果たし、97から93で勝利した。ブルズが2年連続の優勝を果たした。ファイナル MVP は35.8得点を記録したジョーダンが2年連続で選ばれた。 2年連続シーズン MVP、得点王、ファイナル MVP の3冠を達成したのは、ジョーダンただ一人である。ドレクスラーもシリーズ平均24.8得点を上げたが、試合を支配する力、チームを勝利に導く力においてはジョーダンに及ばず、エアタイグライドは、エアに軍配が上がった。ロッカールームで、シャンパンファイトを終わらせ、 優勝セレモニーのため再びコートに戻ったジョーダンは、オフィシャル席のテーブルに駆け上がると、歓喜に湧く客席に向かって、連覇を表す2本の指を突き上げてみせた。連覇を果たしたブルズには当然のように3連覇、3ピートの期待がかかった。ジョーダンは28歳、ピッペンとホーレスグラントは26歳とブルズの主力選手はまさに絶頂期にあり、その可能性は高かった。 ジョーダンとブルズにとって当面の敵は翌シーズンも続くジョーダンへの容赦のないバッシングと2度の優勝によるモチベーションの低下だった。一方この3年に2度ファイナルに進出しながら優勝を果たせなかったブレイザーズは戦力を維持するのが困難となり徐々に衰えを見せ始めるようになる。現在ブレイザーズがファイナルに進出したのはこの年が最後となっている。 結果シカゴブルズ4から2、ポートランドトレイルブレイザーズファイナル MVP、マイケル・ジョーダン・ロスター・ポートランドトレイルブレイザーズ、コーチ、リック・アデルマン・クライド・ドレクスラー、テリー・ポーター、ジェローム・カーシー、クリフォード・ロビンソン・バック・ウィリアムス。ダニー・エインジ、ケビン・ダック・ワース、アラブ・ドレーナ・ビー・ロバート・パック、マーク・ブライアント、エニス・ワットリー、ラモント・ストラザース・ウェイン・クーパーシーズンの最初に、 マジックの引退が発表されたが、シーズン終了後の8月18日に、もう一人の巨星の引退が発表された。ラリーバードの引退。NBA はわずか1年の間に、二人のスーパースターを同時に失うことになったのである。マジックが衰える前に引退を強いられたのに対し、バードはいつ引退を決意してもおかしくない状態だった。 バードは80年代半ばからすでに背中に持病を抱えており、その痛みは年々悪化。1990年に手術してからはバスケットをしている時以外は常に装具というギプスのようなものを身につけなければならないほどだった。ラストシーズンも20点得点9.6リバウンド6.8アシストと堂々たる数字を残していたが、 ついに痛みに耐えきれなくなり、引退を決意するに至った。ボストンセルティックスにとって大きな損失であり、80年代を黄金期として過ごしたセルティックスは緩やかに衰退を迎える。NBA にとってもマジックに続いて大きな損失だったが、マジックとバードが築いた NBA の人気はもはや揺るぎないものとなっており、彼らの功績は、 マイケル・ジョーダンをはじめとする新世代のスーパースターに引き継がれることで現在に至るまで脈々と生き続けている。またマジックもバードもバルセロナゴリンにおいて NBA の世界的な人気を決定づけるために現役選手として最後の貢献を果たした。ありがとうございます。